こんにちは心理セラピストの中村ですえ今日はあなたにお伝えしたい内容はこちらに書いてあります苦手をを克服して自信を取り戻すす方法ですえなぜこれが重要なのかと言いますと私たちは人生を変えたいあるいは自分自身を変えたいと願っている人いると思うんですけどもじゃあ結局のところ人生を変えるためには何をすればいいのかと言いますとまさにこれなんですよ。 今現在何らかの苦手ですとか、えー、恐怖心を抱えている人は、えー、それを取り除いて、えー、そして自分が本来持っている自信を復活させることによって、まあ、例えば仕事もね、自信を持って、えー、こなすことができるようになりますし、人間関係もね、非常に自信を持って、い、え、ろ、ー、んな人と付き合うことができる。あるいは人によっては苦手意識が強いので、自由に行動できないという方もいらっしゃいますよね。例えば乗り物が苦手ですとか、特定の場面。 場所に行けないです,とかですから苦手を取り除いて自信を復活させることによって本当に今までできなかったことが普通にできるようになるしあるいは今までできなかったことを積極的にこなせるようになって得意になったりもするわけなんですよね。そうすることによってまさに人生が大きく大改造大転換されるということなんですよね。 じゃあ、このね、えー、苦手を克服して自信を取り戻すためには何をすればいいのかという話なんですけれども、今回はその内容をね、お伝えしていきたいと思いますね。では、一般的に言われている方法、どういったものがあるのか。苦手を克服して自信を取り戻すためには、まず、ね、気持ちを前向きにしなさいなんてことね、えー、よく言われたり、本でも書かれていますよね。で、これもちろんその通りです。もう気持ちを前向きにすることによってね、まあ、苦手意識とか、 ネガティブ思考も非常にプラスに転換するので非常に重要なんですけれどもなかなかなななな簡単にででででききいいわけすすよよたら苦労しないんですよなので結構あの笑い話じゃないですけど本当にあるのが、えー、診療内科ねお医者さんに行ったと、えー、メンタルがちょっと弱っててそうすると何を言われるのかというといやあまり細かいことね気にしないのがいいんですよとあんま気にしないでくださいじゃあこのお薬処方しますからみたいなね いやいやいやと、うん、いやと気にしなくて、ねええー、気にならないならもうす、ね、でに治ってそんなお医者さんにわざわざ行かないと分かっちゃいるけどできないから悩んでるんですよということですよね。うん、なので、ね、気にしないことですよ、うん、もっと気持ち前向きにしてくださいって。 そういうんじゃなくてじゃあそのやり方を教えてくださいということですよね。うん、なのでこれもちょっといまいちね即効性はないというかどうしたらいいのか多くの人が分かんないってことですね。で2つ目、えー、成功体験積みなさいと、うん、そうすると自信が出てきますとこれも最もです、うん、やはり成功体験積むことによってね、うん、あ自分でこういうこともできるんだ自分も捨てたもんじゃないぞっていうふうに自信が湧いてきますただこれもどうでしょうか成功体験積んでいくって。 結構時間必要だと思いますね,ね例えば仕事で一人前になるためにはねうんね3年とか5年とかやっぱり必要になりますし何か人生において何か成功体験、ね、人生経験をこうあの積んでいくっていうことだともう5年とか10年とかより長い期間かかるわけですよ。で長い期間かか,るか,かりますし、ね、結局こういうね苦手とか自信がない状態ってもう 怖くてそもそも行動ができないわけですよ。うん。なので、ね、成功体験積みなさいって言われても、これも、いや、そうできればいいんだけど、そうできないから悩んでるんですっていう状態だと思うんですよね。で、次3つ目。えー、夢とか目標を掲げて、ね、プラスにこう前に向かって進みなさいってね。ね、これもよく聞く話じゃないですか。これもまさにその通りなんですよ。 あの、過去ばっかり振り返ってても、人生前向きになりませんから、自分のなりたい姿とか、うん、実現したい夢とか、願望とか目標を掲げて、えー、日々努力して前に進んでいく。これやっぱり人生をね、うまくいくための秘訣ですよね。ただ、ただですよ。うん、それは正しいんですけれども、今現在の心の状態が非常にネガティブな状態だと、そんな状態では、夢とか願望なんて思い描けないんですよ、そもそもね。 なので余計、ね、自分には未来がないっていうふうに感じてしまって非常にねネガティブになってしまうということですよ。で逆にこれ危険性があるんですけど私も過去ね、えー、経験したんですけれども今の自分自身が非常に苦手意識があるし自信がないすごいネガティブな状態だと。なので、ねえー、本とか読むと目標を紙に書きなさいみたいに書かれてるわけですよ自己啓発本とか成功の法則とかね。で夢とか目標をこう書いて頑張ってみるわけですよ。 ただもう今のネガティブな状態だから結局なかなかこのの目標とか夢ってのも叶えられないわけですよ。そうすると目標と夢と今の自分のギャップがどん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 大きくなってしまうとそうすると結局ねあこんな自分、ね、目標も願望も達成できないって逆に自信を失ってしまうっていうこともあるわけなんですよ。これ非常にねあの危険な要素も孕んでます。 なので一般的にね、あのー、書籍に書かれてたり、うん、お医者さんに行って言われるようなことってこんなことだと思うんですよ。うん、でもね気持ち前向きにしなさいって言っても前向きにできないとじゃあ成功体験積みなさいって言っても結局成功体験積めないとなぜなら前向きにもなれないしみたいなね。うん、で夢とか目標を掲げて前に進んだけど結局、えー、なかなか成功体験積めないし気持ちも前向きになれないしっていうもうここぐる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 。 なんか本当に負のスパイラル状態になってしまうという方もいらっしゃるんですよねじゃあどうすればいいのってことですねこの負のスパイラルから抜け出すためにはでそれはあのやはり人生を変えるためには正しい方法というのがあるんですねそれを実践しないとなかなか人生ってもう今までと変わらない状態なかなかそこから抜け出せないということになってしまいますじゃあどうすれば人生を変えられるのかその正しい方法というのは 今の問題点とか悩みの真の原因を見つけてそれを根っこから取り除くということが非常に重要なんですよね。なのでここで書かれているのってね、原因とか置き去りじゃないですか。悩みの原因とか根っことか全然つかめてないまま夢とか目標をね掲げて前に進むっていうことはある意味足かせががっちりはまってるのに それをなんか全然気にせずに無理やりなんか前にダッシュして進んでいくみたいなそんな状態なわけですよ。これだと本当にね、逆に自信打ち直し辛いですよね。じゃあ、真の原因って何なのかというと、それはトラウマなんですよ、トラウマ。トラウマと聞くとね、本当に生死を分けるような強烈な体験というイメージがあると思います。ただ私が言うトラウマというのは、もうちょっとなんでしょうね、軽いというか身近なものというか、 あの何らかの自分の意識が変わったりとか行動言動性格が変わったようなまあそんな意識のターニングポイントという表現してますけどそれをトラウマっていうふうに呼んでるんですね、えー。そしてこのトラウマには3つの種類というのがあります。えー、一つ一つ説明しますとまず一つ目出来事のトラウマ、まあ、これは一般的によく言われてる、まあ、トラウマっていうのはこれですよね。例えば過去犬にかじられてそれが原因で犬恐怖症になってしまった。というとその犬にかじられた出来事がトラウマ。 過去にねあの恋人にひどい振られ方をして、うん、でそれ心の傷になってそれがトラウマになってその後の恋愛恐怖症になってしまったっていうのもまさにこの出来事のトラウマですよね。で2つ目がイメージのトラウマです。まあ出来事によってイメージが出来上がるということもありますけれども、えー、例えば、ね、ここで書いてる例ですと、えー、人に意見が言えないというねそんな人がいると,思うあのいるとしますよね、えー。なので自分を出せないと。 なので、えー、会議でもね自分の意見が言えないし何か人からこう言われたことにも本当は「NO」とか、えー、誘いに断りたいんだけどなんかそういう、あのー、自己主張自己表現ができないなので非常にこう人間関係ストレスフルだし、えー、なんか生きにくさを感じてしまっているという方もね少なくないんですよね。じゃあそののの今現在の悩み何が原因になっているのかというと例えばこんなことがよくあります。 過去こう探っていくとお母さんが非常にね、えー、ガミガミこう厳しくて否定的だとあまり褒められた覚えもないとそうすると常にこう顔色を伺ってね、うんえー、お母さんに叱られないように、えー、機嫌損なわないように、うんえー、いい子でいようとしたりとかするわけですよ、うんえー、そうするとね、うん えー、どんなことが起きるのかというそのお母さんとの、えー、関わりが、まあ、一つのね出来事のトラウマとなってしまって、えー、人に物を言うことができないとか、うんえー、こんなこと言ったら嫌われるんじゃないか、えー、相手が怒り出すんじゃないかって思ってしまって。 うん、人に意見言えなくなってしまうということにつながるわけですよ。これが出来事ね、うん。で、さらには、ね、お母さんがガミガミいつも叱っているっていうね、そういう、えことに日常的に接していると、人に対するイメージとかも非常にね、ネガティブになってしまうこともあります。例えば上司に対しても、なんか自分の意見を言うと上司が怒るんじゃないかって、ついつい周りの人が自分に対して攻撃したり怒るようななんかイメージ、否定するようなイメージが出来上がってしまうわけですよ。 そうすると、やはりそのネガティブなイメージもトラウマとなって、自分を出せないとか、意見を言えないということにつながるわけですね。で、3つ目が価値観のトラウマです、えー。私たちね、価値観というのを無数に持ってるんですけれども、それが本当にね、トラウマになってしまうということがあるんですね。で、例えばこのね、お母さんがガミガミ、ガミガミうん、えー、怖い存在だと。で、そうすると自己主張とか自分の意見に言うと、余計に倍返しで、うん、あんた余計な言い訳すんじゃないよとか。 パシンって叩かれたりするとそうするとやっぱり自己主張してはいけないという価値観が自分の中で出来上がったり人に嫌われてはいけないとか人を怒らせてはいけないという価値観が自分の中で強く出来上がるわけですよ。まあ自分独自のルールみたいな状態ですよね。そうすると一旦このねあの価値観が出来上がるとやはり この当時はお母さんにねあの口答えとか自己主張しない方が叱られずに済んで自分の身を守られたんですけれどもただ一旦価値観っって身につけるとずーっとずそ,ままそうすると本当はね大人になって会議では自分の意見言った方が自分のためだし周りのためなんですけれどもやはりこのね自己主張してはいけないという価値観がトラウマとなっているので結局 自分の意見を言えなくなってしまうということなんですね。なので、まあ、この3つの、ね、トラウマね出来事のトラウマイメージのトラウマ価値観のトラウマというのがまさに今の人に意見を言えない自分を出せないという悩みの真の原因になっているということなんですね。じゃあこれを解消するためにはどうすればいいのかというとトラウマを解消するということですね。じゃあトラウマどうやって解消するのか、まあ、この3つですよね。 うん、お母さんとの関わりで非常に傷ついた体験とか寂しかった体験とかそういったものをトラウマ解消する、えー、そしてネガティブなイメージですよね、えー、何かこうね、えー、人が不機嫌そうな顔、うん、がなんかすごい自分の中に、えー、固着化してるとか、うんえー、なんか無表情な人を見るとなんか怒ってるんじゃないかって勝手にイメージしちゃうみたいなね、うん、で結構あるんですよ。な、う、な、ん、なんかか上司が不機嫌だとあ自分ののせいいで怒らせたのかなみたみ いつもそんなイメージにつながっっちゃうっていうねそしてネガティブな価値観ですよね、えー、自己主張してはいけないですとか人に嫌われてはいけないという価値観が、えー、まさにね自分のいろんなところでブレーキになってしまってるのでその価値観を緩めたりプラスに転換していくということを実践するわけですよね。でそうすると結局どうなるのかというと、えー、まあ別に人,人に意見言ってもいいよね。 うん、そういうふうに思えたりとか、うん。もうありのままの自分を出せて、うん、出して全然 OK だよね、みたいな。そんなふうに思えるようになると、ね、行動も、うん、人と接するときの気分も変わってきますよね。で、結局この問題が、悩みが解消するということなんですよ。なのでまさに、ね、トラウマというのが私たちの人生の足かせになってるんですね。 でしかもこの足かせって無色透明なので見えないしなかなか気づけないわけですよ。だからこそ、えー、自分の足かせトラウマは何なのかなってまずは見つけ出すと。うん、見つけるだけでも全然違います。あこういう背景こういう過去こういう自分の中にイメージとか価値観があるから今の問題が起きてるんだなってそれに気づけるだけでも自分の客観視につながるのでそこから抜け出しやすくなるんですね。 ただ多くの人が結局ね、あの周りからのアドバイスもこの辺のアドバイスしかいただけないので、なかなかこのトラウマ自分の中にあるっていう意識が湧かないから見つけられないと。見つけられないと取り外すことすらできないということですよね。なのでもし今のあなたが何らかの、まあ、悩みとか、あるいはその悩みのね、あの根っこにあるその苦手意識とか恐怖心とか、なんか自信がないっていう、 ものも必ずその裏側には何だかののトラウマというのが存在してるんですよなのでまずは自分自身でね、うん、あ過去の,ねこの出来事のトラウマないかなとかなんか特定のネガティブなイメージ自分の頭にこびりついてないかなとかあ自分独自のルールとしてどんな価値観がね、えー、あるのかなってこう気づいていくということが非常に重要なんですね。 はい、ということで、えー、今回はね、えー、人生を変えるために苦手ををを克服ししして自信を取り戻す方法という内容をお伝えしましたでただねここまで聞いて、ね、あなるほどこういうふうにやれば確かに苦手取り除いて自信復活できそうだなって感じた方でもなかなかこれ自分一人で実践するのってやり方もわからないですしねなんか難しいですよね。なのでこれを実際私がね あなたの今の悩み問題の裏側にあるトラウマは何なのか過去のどんな出来事が今の悩みに影響を引き起こしていてえそしてどんなイメージがこびりつきどんな価値観が強いのかなとそれを私がマンツーマンでヒアリングしてこれを見つけ出してじゃあ実際にあなたのこのねトラウマを解消するためにはこんなことやればいいですよっていう具体的な解消案改善案を ご提案するという、そんなね、あのー、場を設けています。それが人生大改造プログラムの個別相談説明会というものなんですね。なのでぜひですね、えー、この動画を見てね、あなんか自分の今の悩みもね、こういったものを見つけ出して解消すれば、うん、なんか大きく人生変わりそうだぞって、なんとなくそういう直感した方はぜひですね、 あのー、今なら無料でね、あのー、通常1万5,000円するんですけれども無料でね、あのー、個別相談説明会開催してますので,でこれも期間限定で、あのー、募集してますので期間過ぎたらまた有料になってしまいますのでぜひですね今のうちに申し込んでいただいてもうこれからねあなたの人生を本当に苦手をなくしてもう自信満々の自分として過ごす。 うんそんな人生の第一歩を、ね、踏み出していただければなと思いますそれではあなたのお申し込みをお待ちしています、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございました